トーマス・デイビッド・トム・ヒートンは、イングランド・チェスター出身のサッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。ポジションは GK。2002年に、マンチェスター・ユナイテッドのユースに入団。2005年にトップチームに昇格し、5年間で6度のレンタル遺跡を経験した。2010年にフロリダチャンピオンシップのカーディフシティへ、自由遺跡で加入。2010から11シーズンに、 デイビッド・マーシャルからポジションを奪い政治 EK として27試合に出場したが、翌2011から12シーズンにはデイビッド・マーシャルにポジションを奪い返され、1試合の出場に止まった。2012年にフロリダチャンピオンシップのブリストルシティへ移籍。低迷するチームの中で奮闘し43試合に出場したが、クラブは最下位の24位でシーズンを終え、 フットボールリーグ1への降格が決定したため、再び移籍先を探すこととなった。2013年にフロリダチャンピオンシップのバーンリーへ移籍。加入1年目から政治意見の座をつかみ、2013から14シーズンにはリーグ戦全46試合に出場して、プレミアリーグ昇格に貢献。翌2014から15シーズンに、 クラブは19位でシーズンを終えたため1年でチャンピオンシップへの降格となったものの自身はプレミアリーグ1年目ながらも安定したプレーを見せチームの年間最優秀選手に選ばれたシーズン終了後にはプレミアリーグの複数クラブが獲得に動いたが2015年6月30日にバーンリーとの契約を延長した2016から17シーズンには プレミアリーグの最多セーブ数となる141、セーブを記録した。2019年7月31日、アストンビラ FC と契約した。2021年7月2日、マンチェスターユナイテッド FC と2年契約を締結し、11年不利の復帰を果たした。2015年5月21日、アイルランド、スロベニアとのユーロ2016予選に向けたイングランド。 代表メンバーに初招集された。2016年5月16日、ニブリーグ所属ながらも、ユーロ2016に向けた暫定メンバーに選出され、5月27日に行われたオーストラリア戦で87分から出場し、代表デビューを果たした。ありがとうございます。